動する場合がございますので、あらかじめご了承ください。ただいまスタッフが運動場の最終確認を行いまして、この後お母さんパンダラウニーが登場いたします。ユーヒンは物おじしないとても活発で元気いっぱいの性格です。で、自分だけで遊ぶのも大好きなんですが、やはりお母さんとじゃれて遊ぶのもとても楽しそうです。この後ユーヒンが元気に遊ぶ姿、そしてお母さんパンダに甘える姿など、どうぞ皆様可愛らしい姿をお楽しみください。やっぱり小さいね。かわいい。めっちゃかわいい。やっぱりやばい。何ミリですかそれ。さて元気よく遊具の上へと登っていきました遊品ですが、遊品が高いところで遊んでいる姿などはブリーディングセンター2階屋上からお近くでご覧いただけます。屋上へは飛行車側に階段がございます。どうぞ皆様ご準備ご利用ください。さて運動場にはお母さんパンダのラウヒンもやってまいりました。ユーヒンと比べますと体の大きさの違いはっきりとお分かりいただけるかと思います。お母さんパンダのラウヒンもここアドベンチャーワールドで生まれました。現在12歳。これまでにユーヒンを含め3回の出産を経験したベテランお母さんです。またラウヒンのように大人のパンダですと、メスであれば体重は100キロ前後です。ユーヒンも4歳から5歳くらいでお母さんパンダと同じくらいの大きさへと成長します。お母さん、赤ちゃん、ユーヒンの今後の成長をどうか皆様楽しみにしていてください。本日はご来園いただきまして誠にありがとうございます。ただいまブリーディングセンターでは外の運動場にてお母さんパンダと赤ちゃんの夕日親子の姿をご覧いただいております。なお屋内ではただいまの時間ダイヤとパンダをご覧いただけませんので、あらかじめご了承ください。目をこっちに。ああ、来た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 。さて遊具に登って遊び始めたかと思いましたら、やはり大好きなお母さんのモテントを駆け寄っていきました。バタが邪魔してる。親子の仲むつまじい姿、どうぞ皆様場所は譲り合ってご観覧いただくようお願いいたします。